お花大好き、お散歩大好き、おいじでございます。今日は桜散歩です。見たくてもね、なかなか見に来れない方にも楽しめるように撮っていこうと思いますので、よろしくお願いします。ちょっとね、雑談多めなので、お話いらないよと、おじさんのお話いらないよっていう方はね、音量絞ってもらって桜だけ見てもらえればなと思いますので、よろしくお願いします。これね、河津桜だったかな、が向こう側にあったんだけどな。まあそれはもう早く咲く桜なので、もう今はないと思うんですけど、お桜のね、花びらがほら、ある程度こう風があると花びらをね、花びらを見ながらっていうのもいいな。これね、このままね、まっすぐね、向こうの方に行くとね、動物公園まで行くんです。歩いて動物公園の駐車場に出るんです。去年はこの道は行かなかったかな、疲れちゃうんでね、もう年なんで。そう、年といえばさ、私も今年キリがいい年なのね。うん、まあ、年齢は公表してないんで、いくつかっていうところまでは言及していかないんですけど、もうさ、まあ、年齢関係ないんだけど、まあ、今ってほらどうなるかわからない世の中だからさ、もうちょっとずつ就活の一環じゃないけど、なんかね、部屋を片付けていこうかなと思って、うん、もうね、今のところに引っ越してきて、15年ぐらい経ってるかな。で、まあ、洋服だけじゃないんだけど、洋服以外にはあるんだけど、洋服なんかもさ、まだ、まあ、これあるあるだと思うんですけどね、まだ着れるからっていう理由だけでちょっと残してるんだけど、実際ね、何年も着てなかったりとか、着ても 1,2 回だとか、そういうのはちょっとやっぱり片していこうかなと。で、もう古いやつだし、それなりに状態もね、あ、ここら辺河津桜だ、確か、状態も良くなかったりするんで、まあオフハウスさんとかさ、セカンドストリートとかさ、まあ、リサイクルショップに持ち込むのもさ、いいと思うんだけども、いくらにもなんないからさ、だとしたら、まあハサミとかで切ってね、ちょっとした雑巾代わりに使えばいいかなと、そうね、思ってカットしてね、お部屋に置いてるんだけどね、なかなか減らないし、案外素材が水を弾いちゃったりすると、あ、ちょっと青空出てきた。素材がさ、水を吸わなかったりするとあんまり使い勝手良くないのよ。で、靴下なんかはさ、私トイレの便座に引っ掛けんのね、あの U の字型のやつだから、 O じゃなくて、で、ある程度使ったらもう、あの洗濯はしないで捨てちゃって取り替えてっていう感じなんで、靴下のね、穴が開いたやつとかは頻繁に処分できるんだけど、まあ、トレーナーなりさ、ちょっと肌着的なやつとかはさ、なかなか減っていかないで余っちゃってるから、そういうのはもうちょっとね、処分していこうかなと。で、 CD とかもさあるんだけど、上ばかりじゃなくてね、下を向けば犬のうんこがあったりもするんだけど、タンポポがね咲いてたりとか、蝶々もさ、ほらあれモンキチョウがいる、さっきモンシロチョウがいた、あれじゃないの、皆さんもあまりこういうとこに来ないと、動物の森ぐらいでしかね、蝶とかなかなか見なかったりすると思うんで、あ、モンシロチョウとほらコラボ、モンシロチョウとモンキチョウのコラボです。
うん。まあ時にはね、あ、向こうも蝶々多いな。時にはこういう自然の公園を歩いてね。うん、でもまああれか、ちっちゃい子は公園とか散歩してるかな。お母さんとかとね。うん。まあ自然に触れるのもいいかなと。そういうふうに思っております。で、何の話だっけ？そう、CD の話か。なんかめっちゃ気になる道発見。獣道みたいなところ。どこに行くんだろう。もうヘビが覚醒するかな。ここにどんどん登ってってます。私はもう例年通りサンダルだからな。ちょっとここには入らないけどね。去年だっけ、あれ去年だね。去年2回3回ヘビ見たもんね、公園でね。あれびっくりしたわ。うん。で、何の話だっけ。あ、そう、 CD の話ね。 CD がさ、まあ他の動画でも雑談でも言ってたんだけど、当時ね、8センチ CD を集めることが私の中でブームで、というのも専門学校行ってる時にさ、あのやっぱ集めてる人がいたのよ。うん。で、その人の棚を見て、もうあ、これかっこいいなと思ってさ、それで買って集めるようになってたんだけど、まあそういったものの中で思い出のある曲はいいんだけどさ、当時ね、どのぐらいだ、ちょうどね、モームスに後藤真希が入ったとか、そこら辺だから、1999年か。うん、その頃、それから、まあでもそこら辺だろうな。うん。あの、先輩の付き合いでね、モームスのライブとか行くようになって。で、モーニング娘。のね、まあ、CD とか DVD なんかをね、結構買い集めていく中で。だいぶね、写真集だとか、DVD なんかでもお店に持ち込んで売ったものはあるんだけど、それ以外にもね、もう100枚じゃ効かないんだよな。200枚ぐらいあるかな。あれもさ、全然効かないじゃない。だけどなんかそこら辺にさ、ポイ、まあそこら辺にポイっていうか、言い方悪いな、要は粗大ゴミ、不燃ゴミ、なんだ、すぐ言葉が出てこないわ。あの、まあ、ゴミ出しするにしても結構な量があるからさ。まあ、できれば誰か欲しい人いるかなと思ってさ。欲しい人がいればあげたい。ね、捨てるんだったらあげた方がいいなと思うんだけど。よく考えたらもう20年以上前だからね。私が好きだったモームスのメンバーもみんな結婚して子供ができて、別のね、男性の方とね、幸せに暮らしてるわけなんでね。まあ、その曲が好きっていうのであればまた別の話なんですけど。あ、この花の香りかな。なんかちょっと香りがする。大丈夫かな。親父が花の匂いを嗅いでたら通報されるかな。今ちょっとなんかあると通報されるから怖いじゃない。この間聞いたのよ、会社のパートさんにさ、小学生のお子さんがいる子がいっぱいいるからさ、親父が公園で平日にね、滑り台とかブランコで遊んでたら通報されるかっていう話をしたらさ、まあ、通報はされないんじゃないのって、うん、話しかけなきゃ大丈夫と思うよって言われたんだけど、でも以前もね、まあ、ハードオフとかホビーオフとかでさ、ミニカーを見てるとさ、たまに話しかけてくる小学生とかいるのよ。で、今こういう世の中だからさ、ね、あの、話しかけてくれたからってこっちからまだ話すとさ、後ろにさ、保護者とかがいたりしたらさ、どう思うか分かんないからさ、まあ、極力は、あの、自分に話してないんだなって体で、しかとするんだけど、やっぱ2回、3回話しかけてくる子供はさ、やっぱかわいそうじゃない。だからちょっと話すわけ。ミニカーの話とかをね。うん。だけどあれがね、私は大丈夫かなと思うわけ。昔ほら、講演かなんかでさ、挨拶しただけで通報されたっていう話を聞くとさ、もう怖いわけよ。うん。何の話だCD の話か。そう、だから CD、そしてゲームね。うん、話は戻りましてっていうか、話は進みまして、ゲーム関係もそうなんだけど、あ、ここら辺緑のじゃねえや、水の音がするな。
ゲームもさ、もう思い出深いタイトル以外は、まあ、手放しちゃおうかなと思って、うん、とはいえさ、ハードオフとかのさ、ハードオフとかに持ち込んでさやんのもさ、なんか買い叩かれそうで嫌じゃない。とはいえさ、県内にあるさ、駿河屋に持ってったことあるのね。そこはまあ駿河屋の桃太郎王国ってとこなんだけど、もう全然買い取りがさ、詐欺っぽいのよね。だからどうせなら秋葉とかでさ、それなりに定評のあるところで売りたいわけよ。まあ備品じゃないっていうのは自分で見てもわかるからさ、そういうのに関しての減額は全然納得できるんだけど、どう見ても傷がないものとかをさ、減額とかされるのね、こっちだと。んだ、そういうのはちょっと納得いかないから、そういうところにね、ちょっと今だとほらレトロゲームもちょっとね高く買い取りしてたりとかもするからさ、今のうちに、まあもっと値段上がっていく可能性もあるんだけどね。とりあえず部屋をねちょっときれいにしようかなと思って、ゲームハードとかもさ箱で買ったりするからめっちゃあるからさ、ちょっとねそこら辺考えてる。まあまず洋服からちょっとね処分していこうかなと思って、はい。というわけでね、そんなこんなで動物公園に着きましたんでね、ちょっとさらにこの後動物公園編をね、動物公園中入ってもいいんだけどな、今700円ぐらいかな。まあとりあえずね続きます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。